はい、皆さん、Bonjour、都市化キューバーです。今日は効率的な資産形成、現金はいくら残すべき、適切な金額を解説ということで話していきたいと思います。まず、今日のテーマを選んだ理由なんですけども、資産形成には複利の効果が最も重要になってきます。例えば、年間5%のリターンを想定します。1年目には100万円を投資します。こちらは年間5%のリターンで、1年目にはプラス5万円になります。2年目にはそのまま105万円を投資して、リターンとして5.25万円になります。引き続き3年目、4年目、5年目、どんどん複利の効果が出ておりまして、5年目にはなんとプラス20%の121万になっています。なので、複利の効果でリターン額がどんどん大きくなる形になります。複利の効果は雪だるま式になります。なので、投資できるお金があれば、それを早めに投資すべきという形になります。例えば、年間5%のトータルリターンで見ますと、5年間で27%、10年間で63%、20年間で165%、30年間で332%で、40年間でなんと604%にもなっています。なので、投資できるお金を全部投資するぜと思う方もいるかと思います。とは言っても、ある程度現金も確保しないといけないという形になっています。それを聞いて、でも現金だけでお金が増えないよ、で、そもそもいくら持ったらいいの？と思う方もいるかと思います。ということで、今日は現金について解説していきたいと思います。今回の内容は主に初心者向けなんですけども、ご参考にしていただければと思います。ということで、今日の内容はこちらになります。まず、なんで現金を確保するのか。また、なんで現金を持ち続けるのはダメなのか。最後に、現金の適切な保有金額を紹介していきたいと思います。また、こちらは僕のプロフィールなんですけども、興味がある方見ていただければと思います。またぜひ、よかったら、いいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。では、なんで現金を確保するのか。なんで100%のお金を投資しないのか。まず、当たり前の理由として、生活費の支払いのためになります。こちらは予想できる支出になります。例えば、家賃や住宅ローンの返済、また食費、または旅行などといった支出になります。その一方で、万が一の備え、こちらは予想できないもののためになります。例えば、病気になって仕事ができなくなりますとか、また会社が潰れてしまってクビになったとか、まだ収入が減ったのか、といったことが残念ながら起こります。そのためには、緊急の貯金を用意しなければなりません。この緊急の貯金は、何かあっても今の生活を維持してくるために用意します。一方で、なんで現金を持ち続けるのはダメなのか。こちらは現金が時間経っても増えない、逆に価値がどんどん下がっていく形になります。具体的な例で言うと、例えば、今は100円でリンゴ1個買えるんですけども、こちらは5年後にはリンゴ1個は110円になります。こちらはインフレというものになります。どんどんお金の価値が下がるということになります。なので、自分が持っているお金の価値を守るためには、お金を増やすしかありません。お金を増やすには投資しなければなりません。インフレのイメージとしては、例えばこちらは年間2%のインフレ率を想定します。1年目には100万円の貯金があったとすれば、まず1年間で2万円がなくなります。2年目には98万円になりまして、そこからまた2%が削れてしまって、どんどんお金がなくなっている形になります。5年後には約8万円もなくなったということになります。なので、お金の価値がどんどん下がっていく形になります。最後に、現金の
適切な保有金額について紹介していきたいと思います。先ほど説明した通り、もちろん 100% 投資するのはダメですし、 100% 現金を持つのはダメです。基本的な考え方として、金融の貯金を確保できた後に現金をすべて投資に回すという形になります。こちらの緊急の貯金の具体的な金額として、今の生活費の6ヶ月から1年分になります。こちらを明確にするためには、もちろん家計簿を作ることは重要になってきます。こちらの家計簿で実際の毎月の支出を明確になります。例えばイメージとして、毎月20万円の生活費があるとします。こちらを元に緊急の貯金を計算しますと、120万円から240万円程度になります。もちろん貯金するだけではあんまりよろしくないので、できれば緊急の貯金を用意しながら投資も始めていければと思います。具体的な例として、例えば今の収入は30万円だと、先ほど説明した通り生活費は20万円になりますと、貯金として残っている金額は月10万円になります。この貯金は半々で、まず緊急の貯金には5万円と投資には5万円で分けてもいいのかなと思います。それをやって、緊急の貯金を必要金額を達成すれば、もう貯金する必要は全くありますので、貯金しているお金は全て投資に回していく、つまり毎月10名を投資するという形がいいのかなと思います。では今日のまとめに入りたいと思います。今日は効率的な資産形成に向けた現金について解説しました。現金をそのまま持つと、残念ながら価値がどんどん下がってしまう、こちらはインフレのことになります。ただもちろん全部投資してしまうと、万が一何か起こったら、病気になったとか、クビになったとか、収入が減ったとか、なので今の生活を維持できなくなった場合はもちろん困ります。なので現金の適切な金額として緊急の貯金になります。こちらの金額として今の生活費の6ヶ月間から1年分が良いかなと思います。イメージとしては、毎月の生活費は20万円であれば、120万円から240万円になります。こちらの緊急の貯金を確保できた後に、基本的には貯金するお金を全て投資に回すべきかなと思います。こちらは一番効率的な資産形成になるかなと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログとツイッターもやっていますので、ぜひフォローお願いします。リンクは下の方に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に、皆さんから何か説明してほしい内容がありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントは必ず見ますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回です。